まあ、昨日ライブを終えいろいろ考えながら、はい、タイプってあるやなしや、はい、いや類型論として、うん、まあ、いろんな動画を上げてるじゃないですか、はい、エニアグラム、うん、カーシー博士、うん、16タイプのやつもやったことあるんですよ、はい、で MBTI の話もしましたと、うんうん、でソシオニクスも今紹介させていただいてますと、はい、うん、でタイプってなんだとか思いながら、うんうん、ふとあの史上最強の哲学入門、はい、東洋編の中で、うんうん、一番初めに出てくるのが、うん、ヤージャーニャバルキア、はい、と言って、うん、ちょっともうその本今日持ってきてないので、はい、ちょっとうる覚えなんですけど、うんうん、いや自分を認識するものは、うん、捉えることができないっていうんですね、うんうんうん、要は私を捉えるものを認識しました、うん、あ私ってこうだね、うん、でこの認識してるものって、うん、じゃあこの子を捕まえようとして、うん、この子を上からもう一回認識するじゃないですか、うんうん、そうするとじゃあこの認識してるのは誰みたいな、うんうん、ので認識するものを認識することができない、うん、アートマンとブラフマンはまたもうちょっと後でまたその発展で出てくるんですけどね、はい、でって言ってたよなと思って、うんうん、でタイプって要は私ってこのタイプだギュッてやるわけじゃないですか、はいはい、じゃあそのギュッて掴んだ君は誰だと、うん、はいそうなんですよ、お前はどの時点、うん、どの見方で俺を掴んだと、うん、で、はいはいじゃあこの子を認識しましょうねって言う人が出てくるんですよ、うん、上から、うん、そうするとお前は誰だなんですよ、うん、で悩んで言うのをぼーっと思ってる時に、うん、そのお釈迦様のね、はい、毒矢の例えっていうのが出てくるんですよ、はいうん、シューって毒矢が刺さった、うんうんうん、大変だ、うん、この毒矢はどこから飛んできた、うん、あっちの角度から初速何キロで撃ってきたのはどこの国だ、うん、あの国かこの国か、うん、待てと、うん、その前に抜けよと、うんうん、っていうのが毒矢の例え、うんはい、でなんか悩みって、うん、なんか刺さった時に、うん、いやまず抜けよだなと思うと、うん、なんか僕にもこの思い当たるところがあってね、はい、要はそのやりたいことがある、うん、で要はなんかその最近エニアグラムで、うん、イーライ・ジャクソン・ベアさんが書いた自由へのエニアグラムっていうので、うん、なんかそのリトリートっていうのをやってますと、うん、そのリトリートっていうのは僕はワークショップだと捉えてたんですけど、うんうんうん、それはなんか本当の自分に出会うための場所みたいなのリトリートっていうみたいなのが書いてあって、うんうんうん、リトリートいいねと言葉の問題、言葉的にリトリートがいいと思ってはい、はい、僕がやりたいのはそれだ、うん、と思って、うん、そのインスタでね、うん、リトリートみたいなのでちょっと名前を考えてやろうとしてるんですよ、うんはい、でもエニアグラム、うん、僕タイプって何かわからないって言ってる人間が、うん、そのエニアグラムのを使うのもどうだみたいなのがあって、うんうん、じゃあ読書会だみたいな、うん、読書会を今一生懸命やろうとしてるんですね、はいはい、これ僕の中ではちょっと逃げてるんですよ、うん、いや本当にやりたいのはリトリートだと思ってるよ、うん、でも、うん、なんかちょっと自信がないから、うん、じゃあ読書会だみたいなので、うんうん、その読書好きとつながりたいみたいな、はいはい、その、うん、インスタであげるんですけど、うんそんな人はもう何百といてですね、うんうん、もう何て言うんだろう、レッドオーシャンなんですよ、はいはいはい、問題から逃げてて、うん、でやりたいことができてないっていうのに悩み、うん、なんか悩みを解消するために、うん、類型論に走るみたいなね、もうちょっとなんか、うんうん、わかります、これね、あ毒矢あのね毒矢な、僕の、はい、毒矢の例えなんですよ、抜いてないんですよ、抜いてないまま大変だ大変だ、うんうん、っていうので、うんうんうん、一生懸命僕を本当の僕をね本当の僕っていうか、はい、僕を納得させるためのものをそう探してる探してる、うん、っていうのを一生懸命やっていて、うん、で昨日上げた動画では、うん、それは過去にあるみたいな話をして、あのインナーチャイルドが分かるとかっていう話をして、うん、インナーチャイルドを探しに行こうとしてるんですね、うん、
抜けを、はい、はい、そうなんです、はいはいはい、で言うので、あ、この辺だなとか思いながら今日朝ツイッターのフォロワーさんが本能のサブタイプの診断をやってたんですね、うん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 、でその人は、うん、すっごい大きな三角形になってて、うん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 、あ、僕はその自己保存が高いですみたいなことがやっててですね、はいはい、あ、僕もこれやってみようと思って、うんうん、でよかったらその人のにリプライする形で、うん、僕はこれでしたよみたいなのをやろうと思って、うんうんうん、その本能のサブタイプをやってみたんです、うんうんうん、そうするとなんか全部がね、それが5段階あったんですよ、はいはい、例えばあなたはその積極的に人と会いに行く人だ、うん、いや人脈が広いかみたいなのがあって、はいはい、うん、あのそう思うから、うんうん、そうは思わない、うん、の5段階が5段階あって、うん、真ん中が微妙なんですね、うん、はいはいはい、でこうやってやっていくと、うん、僕全部なんかね微妙になるんですよ。わかります、はいはい、なんかね決めれないんですね、うん、人脈が広いってなんだ、もういそれがねなんかね、うん、20問あって、うん、1分でできるって書いてあったんですよ、うんうんうん、でやり始めるとね、もう1問目でんって俺は人脈が広いのかって、うんうん、僕は狭いと思ってるけど、うん、人から見たら広いと思うかもしれない、うん、僕の友達だったらいやどうだって考え出すとなんか全部がね、わかりますよ、微妙になっていくと、うん、俺って J なのか P なのかみたいな全然決めれないじゃんって、うんうんうん、これがね、うん、今の僕です。で隊長にね、うん、悩みって何ですかねみたいな話をするとね、うん、僕は絶対悩む人間なんですよ、うんうん、なぜなら僕のこの悩むっていう基準は、うん、要はなんか世の中にはね、うん、多分価値観がお金になってるんですよ、世の中、僕の見方ね、ごめんなさいね、うん、はいはいはい、世の中の見方は世の中ではお金ができるできないの価値観になっていて、うん、そのお金を稼いでる人がインフルエンサーとなって YouTube とかで俺の言うことを聞けみたいな、うん、言うことを聞けば成功できるよっていう動画を上げていて、1000円でね、月々1000円で僕のメルマガを読めます、いってらっしゃいってやってるんですよ、はい、スーって吸いながらワインを飲み、はい、フランスで動画を上げてるんですよ、うんうん、で彼らみたいに上げる人がカリスマとなってお金を稼ぎ、うんうん、何百万人フォロワーがいますみたいな、はいはいはい、で、うん、お金を稼ぐ人が、うん、効率的にお金を稼ぐ人が成功だ、うん、それができてない人は、うん、あの頭が悪いっていう、うん、評価となり、うん、僕はその中で頭が悪い側の人間になってて、かっこ悪いから、うん、一生懸命フォロワーを増やそうとして、うんうん、YouTube をやり、うん、でインスタでは、うん、なんかリトリートみたいなのをやって、うんうん、やってやってない、うん、リトリートをやらずに読書会をやろうとしてできてないみたいな、うんうん、俺はダメな人間だ、うん、が僕なんですよ、今の僕って自分で決めたって話ですよね。あそうなんですかね、誰も言ってないわけじゃないですか。いや言ってますよ、世の中がそういう基準で僕の年収が決まってるわけじゃないですか。そういう基準で見てるから、僕が僕を見てる、そう、僕が世間をそうやって見て、世界をそうやって見てるから、そこから外れた自分はダメなやつだって落ち込んでるわけですよね。めっちゃ外れてますよ、はい、で最近ね、うん、娘が中学校2年生で、うん、これから受験ですと、うん、で私立まず受けな、あ、ここ愛知県ちょっと微妙なところで、はい、東京とはちょっと違うと思うんですけど、うんうんうん、基本公立高校に行くのが普通になってます、うん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 、ですよね、うんうん、で公立化のにもレベルが高い高校があり、はいはい、まあ、私立にもレベルが高い高校があるんですけど、うんうん、愛知県は基本公立に行くのが大多数のところなんですけど、うんうん、で私立受けなきゃねってなってて、うんうん、で私立、私立はだから下に見られますよね、よく。そうです、うん、よく下に見られます。私立っていうだけで、あ、頭が悪いのねって見られるのは、うん、滑り止めで受けるのが私立みたいな感じ、はい、っていうのが愛知県、はい、っていう風に思ってください、うん、はいはい、で私立受けなきゃね、うんうん、で私立はただ金がかかる、はいはい、っていうんですけど、うんうん、基本今私立も、うん、まあ、国のおかげで、はいはい、若干この保証がね、うんうん、効くんですけど、うん、僕はもう低年収のところなので、はい、基本なんて言うんだろう、あんまり払わなくても、うん、私立に行けちゃうぐらいなんですね。まあ
まあ一般的にそんな感じなんじゃないですか。あ、まあ、うん、あの平均年収だったらそっち側に入ります。高年収じゃなければですよね。でもう800万以上だと、うんうん、もう正規の私立の値段みたいな感じなんですけど、うん、ほらもう俺国からそういう風に見られてるじゃん。できない側なんだよ俺は。で自分を見てるって話ですもん。苦しめてるのは自分なんですかね。そう、やったぜっていう人いますよ。だから自分で自分をそう見てるって話ですよね。じゃあ僕はどうやって毒矢を抜きましょうね。だから苦しめてるのは自分って話ですもんね。毒矢を打ったのは自分に。なるほど。自作自演。自作自演というか、だから世界を自分がそうやって見てるって話ですもん。多分ね、これが認知のズレなんですよね、うんうんうん、ですよ。認知のズレというか僕の中では世界はそういう風なんですよ。だからズレてないんですよ、うん、僕の中ではね。認知の歪みですよ、そうすると。歪んでる。いやだからね、もう本当悩みは深いんですよ、うん、でさっさとやれよだなんですよ僕の中では、うんうん、じゃあね、うん、インスタを見るとね、うん、なんかそのもう僕のインスタはレッドオーシャンを苦しそうに泳いでるのが分かるんですよ、はい、はいはい。だったらもう、うん、ちょっととっぴなことやれよ、うん、って思うんですけど、うんうん、なんかね、じゃあ僕が唯一なんかじゃあ本とか見ずに話ができるとするとエニアグラムだって思うんですけど、うんうんうん、俺自分のタイプ分かってねえよな。、うん、ま、とりあえず決めたらいいんじゃないですか。決めたく、要はその別に表で出すのは決めたらいいんですよ、はい、なぜならこうだからって言っとけばいいんですもん。私はこうです、なぜならこうですから。で都合の悪いところは隠しとけば他の人には。こっちでもパーパーで喋っといて、はいはい、か、まあ、そこのポジションで行くかですよね。でも難しいのがあってっていう、てかもう、うん、っていうとね、本当に、まあ、ちょっと初めに話は戻るんですけど、うん、はい、エニアグラムってタイプなんてあるのかとか。だからお釈迦様的にはないんですよ。ないんですよ多分、はい、で僕もね、もう、うん、僕の中でも多分ねだろうなっていうのは、うん、例えば僕、うん、エニアグラムのことを勉強して、まあ、3、4年経つんですけど、いま、うんうん、だにあのうちのパートナーを見ると、はい、この子何タイプなんだろうってわからないんですよ、うんうんうん、で友達とかも、はい、あの友達でエニアグラムを勉強し始めましたよ、うん、っていう子だとなんか分かったりするんですね。はいはいはい、あか、もう極端にこのタイプに近いみたいな態度をされると、うん、分かる。そこで分かるんですけど、うん、ぼやっとした子だと全く分からないんです、うんうんうん、だと多分エニアグラムはなんか、まあこのチャンネル見てくださってる方も、うんうん、このタイプですって言ってきてくれるので、うん、このタイプだねっていう色眼鏡で見るわけじゃないですか、うん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 、でも多分それがなかったら、うん、多分絶対分からんよなと思って。まあなんかこう掴んでるものって話ですよねきっと。そうで、うん、掴んだ人が初めてこの人は何タイプだねって分かるんだろうなと思って、うんうん、で特徴的な人は、はい、まあなんか典型的な人以外、典型的な人以外は多分分からないだろうなと思って、うんうんうん、でこうそう見えても、いや実は私そうじゃないんですか、実はって言われたらもうそれを認識する人は誰だですよ、はい、でもね僕みたいな人は多いと思うんですよ。悟り開くしかないです。いやだって、あだからね僕はね、はい、もうすぐだと思ってるんですね、はい、今近いとこまで来てると思うんですよ、うんうん、48年生きてきて、うんうん、あの悩み蔑まれ、うん、で蔑んでる。多分自分が蔑んでるんですよ、こいつはできないやつだって。だってできないって言われてきたもん。小学校の時ずっと言われてきたもん、通知用でつけられたもん、1もついたことあるもん。で、まあ、3って言われたもん俺。でも3は普通じゃないですか。普通って言われたもん。で普通科の高校に行くんですよ。普通ってなんだよ。普通なわけじゃん、できないじゃなくて普通なんですよ。で、うん、普通のとこにいるじゃないですか、うん、そうすると、うん、なんかねその生きづらいって言って、うん、普通科から離れた人がね、うん、この普通をバカにするんですよ、うん、それはこう自分を保つためにバカにしてるんですよ。そうするとね戦争が始まるんです。もうどっちが生きづらいんだよって。はい、はい、こっちはこっちでなって、うん、ごめんなさい。だ気にしなきゃいいだけの話じゃないですか。お前そなんだよその言い方は。で多分あの悩まないタイプの人はそんな感じなんですよ。
別になんか言わせとけばいいだけの話ですもん。別に俺何も困ってないみたいな。なんだよそれ、ポジマウントかそれは。マウンティングかっていう辛いっていう思い込みじゃないですか。でもねこれね、うん、ちょっとバカっぽいこと言っていいですか。はいはい、陰謀、うん、悩まされ、うん、悩まされてる、あっていうバイアスですよ、はい、そういうバイアスがありますよ。悩まされてるバイアス、うん、あの周りが敵に見えるバイアス、敵対貴族性バイアスだったっけな、なんかそんな感じのやつ。ちょっと調べていいですか。敵貴族性バイアス、あ本当だ、敵貴族性バイアス、はい、敵貴族性バイアスとは相手の言動が敵悪意によるものだと認識してしまう心理傾向、うんうん、ただ普通に話をしているだけなのに、うん、否定されたと感じる。そうだから年収800万ってなった時点で、あ、向かってきたみたいな。はい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 、あのキングコングの西野さんの話とか、西野さんのところで、はい、ポスターをなんかいろんなところで各地で講演するじゃないですか。はいはいはい、はい、でそのなんか地域に呼ばれていく、はい、で集客とかでポスターを作って、はい、その地域に配るじゃないですか、はい、でその時に、はい、なんか西野さんの顔と写真と、はい、なんか日時とか書いたのをいろんな地域でやってたんだけど、はい、ある地域だけがなんかイラストで出したの、そのポスターを、はい、でその時に西野さんがこれなんかイラストにしたのは何か意図があるんですかみたいなことを言ったら、はい、そしたらこのイラストを描いたのはこの辺のなんか活動してる画家さんで、その画家さんのことを悪く言うのはやめてもらっていいですかみたいな、別に悪く言ってないよね、意図があるんですかって聞いただけですみたいな。でその先ずっと敵対この人はこの人の絵の良さを分かってないみたいなことをずっと言われ続けるみたいなみたいな敵貴族性バイアスみたいな。すいません、私の愚痴で申し訳ございません、はい